ました。できるだけ多くの質問に答えたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではご質問ある方、挙手願います。じゃあ、福島中央テレビ関と申します。甲状腺検査評価部会で途中で、話があります、専門家の話がありますけれども、座長についてもう少し詳しくお聞きしたいというのが1点と、今日どこまでこれ皆さんの、同意というかですね、合意が得られたというふうに思われているか、その認識をお聞かせいただければと思います。はい、詳しくということですけども、先ほど述べたところですが、評価部会、この間報告をいただきまして、今休んでいるというとあれですけれども、2巡目という2回目ですねの検査が結果が大体で揃うということで、1回目、先行検査と本格検査の、違いなども含めて、疫学的にさらに甲状腺の専門家の方、あるいは放射線の専門の方にしっかりと議論していただこう、そして評価をしていただこう、そういう内容でございます。部会の構成については先ほど質問もあったように、現在のメンバーに加えて、少し増強するということですが、具体的な名前はまだ決まっていません。部会についてはすでに設置されておりますので、その評価を皆さんにこの部会にお願いするということについては、今回のこの検討委員会の中で、合意が得られるものと思っています。質問で1問だけさせていただきます。そうすると、放射線との因果関係の、考えにくいというような、結論ではないですけど、考えにくいという考え方になっているんですけれども、そのさらに深い解明とか、そこまでいく話なのか、そこまでではないのか、どういうという認識でしょうか。できるだけですね、多くのことを検討していただきたいと思っています。先ほど来、精査の問題だとか年齢の問題だとか、さまざまな問題で取りますので、そういったことも慎重に検討いただきたいと思いますし、前回今回のデータをつけて評価するということも可能になっている、実際そのデータも一部出ているんですけれども、そういったことも加えて議論していただくということになると思います。余談を持ってこれは影響があるのかないのかっていうのを私たちもここで言うことではないだろうと思います。ありがとうございました。はい、それでは次に質問のある方、よろしいでしょうか。向こうから2番目の方、よろしいですか。フリーランスの鈴木と申します。よろしくお願いします。妊産婦に関する調査の中で、放射線にの影響が心配なためという回答が、経年的に減っているという説明が先ほどありました。ただこれは皆様もご存知だと思いますし、私も取材している中で、もうこれだけ時間が経つと、心配してもしょうがない、もう今更ここに住んでる以上心配してもしょうがないんだから、それは口にしない、もしくは考えないというお母さんたちが、私の実感では増えていると思います。そうするとこういう統計の中にはそういった本音というのは出てこないわけで、本当にこれで、放射線の影響に対する心配が減っていると言っていいのかというのは、どなたかお答えいただけますでしょうか。はい、その評価についてはですね、今おっしゃるようなことは確かにあるんだろうと思いますし、私も多くの人からそういうことを聞きます。放射線の影響について私はこの結果だけをもってですね、影響が心配をする人たちがずっと減っているというふうに評価すべきでないという意見も私も理解できます。実施された先生、何かコメントがあれば。藤森先生。そうですね、妊産調査室のつもりですが、本音で答えているかどうかというところまでは分かりませんが、確かにですね、妊娠された方々で、最近は少ないですけど、昔は個別にですね、聞かれることはあって、個々で対応してですね、きちんと説明してたということは、そういうことはございました。ですけど最近妊婦さんの方から直接いろんなこと、そういうこと聞かれるということはなくなってきているのが事実です。ですけれども、それがこの回答が本音で答えているかどうかというところまではちょっと把握できませんが、そんなところです。それでは他に、それでは答えになってないと思います。関連で、はい、なのでその本音で答えているかどうかわからないから、減っているとは言えない、言い切ってはいけないと思うんですけれど、そこは違いますか。
本音で答えてるかどうかっていうところを調査 しなさいっていうのもなかなか難しいかと思いますが、この回答されてる方が本音で答えてるかどうか、実は心配してるんじゃないかっていうことをですね、聞くというのはなかなか聞く方法も難しいかと思います。理事部さんの質問ですけれども、調査方法としての限界というのがおっしゃるようにあるんだと思います。でそれが第1点で、これはあくまで郵送調査で任意で回答していただいているということで、まあ、そもそもこういう調査に参加したくないという方とか、非常に不満な方の意見は出てこない、そういう意味では今おっしゃられたように、まあ、本音かどうかは別にしまして、私たちも報告しているのはあくまでこの任意散布に関する調査から分かったこととしてはという限定付きだと思いますので、県民の任意散布さんのというようなですね言い方ではなく、あくまでこの調査から得られた結果からはというふうに限定的に回答したいと思います。以上です。で他に質問のある方よろしいでしょうか。じゃあこちらが3番目の方。共同通信の森谷といいます。よろしくお願いします。すみません、評価部会の関係なんですけれども、座長今お考えになっているのが、その部会をですね、どれぐらいのペースで開いていくか、まあどれぐらいまでに、結論がどういうか、なんか何とそういう想定されているものはあるのかということです。はい、ですね、本格調査の仕上がりの話が言っていると、それから当然のことですけれども、その部会が組織されて新たにメンバーが加わって議論していく過程で、さまざまなデータをもしかすると議題にお願いして出していただくというようなこともあるんだろうと思います。従いまして予断を持っていつ頃までというのはなかなか言いにくいんだろうと思いますが、まあ、3回目の検査、つまり本格検査の2回目がすでに始まっていますので、あまり時間をかけずに評価ができればいいなと思います。ただ具体的な日程とかですね、何ヶ月に一遍というのを今この時点で申し上げるのは難しいですが、まあ、1回目はできるだけ年度明け早々には実施開催をして、そのメンバーの皆さんと議論して計画を組めていきたいと思います。同じく関連なんですけれども、まあ、前回の検討会でも示された、まあ、県の方のボールを投げた形になっている組織の方なんですけれども、その部会とその前回の組織のこう積み分けっていうのはどういうふうに考えていらっしゃるのか、ちょっと改めてご説明いただきたいんですけど、はい、今回の部会につきましては、前回の評価をしていただいたものを延長ということであります。基本的には本格検査の1回目がのデータの先行検査のことを、まあ、評価をしていただくというのは基本的な構造になります。その上で、まあ、今後の検討、まあ、今後の検査の仕方や評価の仕方についての、まあ、ご意見をいただくということになろうかと思います。一方で、科学評価の仕方、科学的な認証です、検証していただく部会というのはより広いデータを集めていただきます。もちろんこの健康研究健康調査のデータというのも一つのその中の一つになるのかもしれませんけれども、できるだけ多くのデータを世界中から集めていただいて、その上で最新の状況について整理していただくというようなことになろうかと思います。それは先ほど申し上げていた通り、県民の皆さんにも分かる形で提供できたらいいな、そのように思います。はい、それでは次よろしいでしょうか。じゃあ、あちらから4番目の方。朝日新聞の本田正和です。短期的に高村昇先生にお伺いします。資料2のですね、5ページを開いてください。2の1の5ページ。この表の6でですね、平成26年度と平成27年度の、表を見てですね、清水和夫委員がですね、これ前回の委員会からの継続した議論になってますけど、男女比の問題をおっしゃいました。ベラルーシのデミチク医師の論文を引用されて、ペーパーを引用されて、要するに男女比が前回はほぼ1歳に近づいたけど逆転する、これはそのデミチク医師でラディエーションインデュースとかはっきり書いてることについてですね、高村昇さんが反論されました。いかにもこれがその科学的反論のように聞こえちゃったら僕はこれはまずいと思ってあえてお伺いするんですけど、その今これだけ科学者や医者のお医者さんたちがいながらですね、
なんかこう高村先生のコメントに対してどなたも反論もコメントもされなかったので僕は危機的だと今までのこういうその検討委員会でも非常に非科学的な議論がまかり通っているところがありますのでこれについてちょっとよく受け出したいんですけども平成26年度21対31です男女比がその後平成27年度10対7になっています。高村昇先生のコメントは年齢というものは平均年齢見てくださいと平成26年17歳で平均年齢は 15.9 歳の上だからというふうにおっしゃっています。これに対して清水和夫先生が非常にモデストなコメントで反論されましたがまあ年齢さらって言ってもせいぜい2歳だからとおっしゃいましたけど正確には 1.4 歳です。でしかもプラスマイナス誤差見ていただければこの 1.4 歳という差が果たして統計的に有意なものなのかどうか例えばですね統計学も疫学もの基礎も収めてらっしゃるはずの高野先生はこんなことをおっしゃった信じがたいんですけれども平成26年度男子21人女子31人に対してだいたい女子は 1.5 倍です。平成27年度はこれが逆転して女子7人に対して男子は10人これ約 1.5 倍です。まあ 1.43 になることは出てきますけれどもねそうするとこれ明らかに有意な差です。だからこういうことについて本当にこんなコメントでいいんですかこんな反論が成立するんですかちょっと信じがたいと思って意見を出していただきました。ぜひ反論していただければと思います。まず私からですが高村先生に私が受けると言われてますので申し訳ないです。ワンモアストックで時間がかかっちゃうので分かりました。私からは高村先生にお答えいただきますけど、まあ今そこでこういった議論はいずれというか近いうちに私は評価深いものとしていただくものと私は考えています。長崎大学の高村です。先ほどのご質問というかご意見についてなんですけどもちょっとこれ実際ですね、統計解析をここでやったわけではありませんから有意か有意じゃないかというのはここでは申し上げプラスマイナス誤差が出てますでしょ。年齢は 3.2 歳です。これについても私詳しくこの表を作られた方にお伺いしたいんですけどなぜプラスマイナス 3.2 歳という差が出てるのかこれは多分誕生日の誤差で出てるんですか違うんですか。いいですよ。なんで 3.2 歳だったのか高村先生ご存知の上で解析がコメントされたんだと思うのでぜひ教えてください。すいません何についてですか。ですね、平成26年度は平均年齢 17.3 歳に対して10歳から2歳の間でプラスマイナス 3.2 歳という誤差が示されていますね。それから下の方にはさらに大きい 15.9 歳プラスマイナス 3.6 歳というのが出ています。これ標準偏差ですね。どうぞ私のコメントに高村先生 の反論はコメントはですね清水加藤先生の指摘のこの男女比が逆転しているとそれで出道医師のペーパーを聞けばですねラケーション技術じゃないのかと非常に疑わしいということをおっしゃっているんです。それに対する反論なんですけど反論になってないんじゃないですかとこれ統計的に有意ですかということを申し上げています。わかりました。私が申し上げたのは要するに甲状腺がですね一般的に、女性の方が多いというふうに言われている一つの原因としてそれもみんな知ってるので、はい、それではあります。で、おそらくそれが加齢性に効いてくる、ということもあって、まあ、成人になってくると女性が多いで、今日はその大鶴先生の方から思春期の前の段階では男女さんがあんまりないというのはそういった、そういうことの等々のです、ね、影響も考えなきゃいけないんじゃないかと。すいません一般的にですね年齢が高まるにつれ年齢差が亡くなる上に行くにつれですね男女比が小さくなるということは大鶴先生が今日おっしゃいましたね。それは私も論文読んでますのでそこはもう大前提として話をするので清水和夫先生のおっしゃったラデーションインデュースのだというふうにデミチク医師が言っているこの論文に従えばこれは極めて注目しなきゃいけない男女比の逆転が起きているんじゃないかということをおっしゃっています。それに対するその科学的な反論になってますかということを申し上げています。それをだって年齢差はこれ有意な差ではないでしょ。ですから、はい、私は放射線以外にもそういった女性ホルモンとか加齢とかそういった影響があるからそういったものを総合的に加味しながらですね最終的にこの甲状腺の、検査の結果を評価しなければいけないということで申し上げます。一般のおっしゃったんですね。じゃあ清水先生の反応にはなってないですね。これは
一般論としてその通りです、おっしゃる通りです、一般論としては。ただ、男女比の逆転が前回から起きてるけど、これについて、その、ラケーションインデュースの、ね、お互いが高まったんじゃないかというご指摘を、ここに注目しなければならないって言ってるけど、その一般論で反論にならないですね。ですから、その男女比の逆転っておっしゃいましたけども、まあ、一般に言われても男性が多いというのが原因として、はい、そういった年齢の要素があるんじゃないですか、はい、というふうに想像したんですね、一般論。はい、ご了解です。ありがとうございました。はい、他に質問ある方いらっしゃるでしょうか。じゃあ、5番目の方。すみません、中日新聞の高木原と申します。ちょっと本田さんの前の方の質問と関連するんですけども、評価部会の方とは別に、星さんが、提案されている組織の件で、お伺いさせてください。ちょっと本来であれば、梅田さんがいらっしゃったことに関連について確認をしたかったんで、お見えになられないのはちょっと残念なんですけども、その上でちょっと教えてください。ちょっと質問の前提として、星先生の言葉で、ある意味でリーダーシップが梅田さんだというふうにおっしゃっておられたのが、ああ、そうなのかと、ちょっと意外な感じがしたんですけども、この、科学的で中立的で国際的で云々っていう組織は、その星さんからのご提案ではなくて、梅田先生からのご提案だったということになるんでしょうか。いえ、そうではありません。私が提案をしたときに、食品、確か今日も発言されたと思いますが、食品の安全のようなところで、国際的にそういうことが普通であると、あるいは国内にもそういう扱いをすることがあると。ということでエンドースをしていただいたので、まあ、インダーシップの一人ということで申し上げたら、彼女もそのように、まあ、私が言い出したんじゃないけど、同意したわよねということでお話をいただいたんだろうと思います。インダーシップは、ペッティングと私です。はい、その、ある意味でインダーシップというのはどういうニュアンスなんですか。結局、先ほど申し上げましたとおり、なんていうんですか、まあ、突然にこういう話したように聞こえたので、皆さん、こう、どちらかというとどう評価しようかなというのを顔をされた中で、皆さんが受け取ってくれて、先ほど申し上げた食品安全の例を引いてくれたので、私としては心強かったので、まあ、そういうことというのは必要なことだろうと思っていることを援助してもらったということです。ちょっとその守備範囲を考えたときに、その誰がおっしゃっていること、何をイメージしているのかというのは少し分からなかったところがあるんですね。それは一つは、ここの検討委員会の設置要項だとか、評価部会の設置要項だとかを拝見させていただくと、専門的立場から検討いただく組織だというような文言が書かれているかと思うんですね。なので、ここの場であっても、評価部会についても、科学的な議論をする場なのかなというような印象を受けていました。で、ただ梅田さんがおっしゃってたのは、科学的な場所は科学的な場所で議論しましょう、で政策的なものは政策的なもので議論しましょう、でどちらかというとその新しい組織を作るっていうニュアンスが、こちらの検討委員会の方がそのステークホルダーの方たちが出席されている政策を決定する場というようなご認識でいらっしゃるのかな、で新しく組織を作るというのが科学的な組織というふうなイメージをされているのかなというような印象を受けたんですね。でそれに基づいて言うと、その科学的な場で議論するというのが、じゃあ果たしてどこまでイメージされているのかというのが、その星さんが思われていることと、梅田さんが思われていることが一致しているのかどうなのかな、それが実は梅田さんにもちょっと聞きたかった点ではあるんですけれども、結局その因果関係を議論するっていうところが、まあ、特に甲状腺がんについては一番コアな問題になってくるかと思うんですけども、その新しく作る組織が単純に、どこまで守備範囲になるのかっていうのをちょっとお伺いさせていただきたいんですね。あ、それでちょっとごめんなさい、前提として、単なるその前さばき整理をするだけなのか、それとも皆さんの言ってるニュアンスで言うと、科学的な場では因果関係の議論をして、政策的な場では、例えば保障だとか、医療的なサポートをするだとか、そういうようなことになるのかなというようなイメージをしてたんですけども、ちょっと今の段階で、その今から作られる組織の中で、
そのどこまでの役割になるのか、特にその因果関係について議論をするのかどうか、単なるその因果関係について今言われているものを整理するだけなのか、何を因果関係についてどういうふうに扱うのかというのをちょっとお伺いさせてください。前提としては上田さんが考えていることと私のが全く一致しているかどうかは分かりません。本人に言ってないので。ただ県に投げているのは私たちがすべき議論と、それからその国際的な的に今議論してほしいというのをちょっと分けてほしいということは私から申し出させていただいたという経緯です。で、保障だとか医療だとかということも実は私たちのこの検討委員会でも基本的な議題ではないだろうと思います。どうやって、質を高め、どうやってしっかりとした検査を続けているのか、でその評価も一部もちろんさせていただくし、先ほど申し上げたようにさまざまな検査結果を県民の利益に、還元するというようなことの提案もさせていただくというところで我々としてもらおうと思います。したがって評価をここではしないとか、そっちにこう丸投げするとか、そういうことではありません。ですからそれはとこれとはちょっと切り分けて考えていただきたくて、どんなメンバーでどんなスタイルでやるのかということが、県の方でも決め、あるいは国と相談して決まっていく中で、私が想像しているものと、違う形になりないそうなのは私はまた提案することになると思いますし、そういう方向で僕だけじゃなくて、もちろんその検討委員会の皆さんにご理解いただければ、それとして開催をしていくということになると思います。関連です。そうですね、質問じゃなくて1個だけお願いなんですけど、今日も、前回もですけど、非常に皆さん関心の高いことだと思うんですよね。なのでちょっともう今日検討委員会早く終わったかと思うんですけど、ぜひ梅田さんお時間厳しいのかもしれないですけど、ちょっとでも出ていただいて言われたご意見をちょっとこういう場で説明していただけると大変助かるなと思いますので、ぜひ先生の方から伝えていただければ幸いと思います。私が伝える方法が今一つよくわからないので、事務局にその意向は伝えてもらうようにします。今その関連です。はい、まだ発言されていない方ですかもしれない。じゃあ、すいません、その隣の土屋のお願いのかけてくれる。すいません、フリーの機能ですけれども、ごめんなさい、今のはちょっと関連で、またよく分からなかったんですが、その科学的な議論をする場というお話がよく出てくるんですけれども、評価会の方も、病理臨床疫学等の観点から専門的知見を背景として議論を深めて、これ要するに科学的な話をするということだと思うんですが、同じような内容で、なぜ別の組織が必要なのか、やっぱりちょっと分からないんですけれども、もう一つ、分かりやすく、ご説明いただけないでしょうかね。よほど科学的な議論をされているわけですよね。こちらでしている議論も科学的じゃないというふうなことを言うつもりはありませんが、現時点での、今回のこの調査に関することについては、確かに我々が科学的に評価するという役割にあるんだろうと思います。ただ一般的に言われている放射線等の影響についてなどを含めてですね、最新の知見などについて、やはり整理していただくという作業も必要だろうと思っています。メンバーやはり我々の一つは国際的というのが一つの要素だろうと思いますので、国際的な要素も入れていただきましょうということですので、メンバーにももしかするとそういう人が入るんだろうというふうに私は期待をしています。似たようなということになりますが、私の中では整理がついているつもりなんですが、そういうことが伝わらないのとしては私の説明がいいんだろうと思いますが、いずれにしても先ほどから何度も申し上げている通りでありますので、どういうメンバーでどんなことをテーマに議論するのかということをしっかりと皆さんに明示をして理解を深めていきたいと思います。ちょっとすみません、揚げ足取るようで申し訳ないんですが、その国際的な一つの要素というお話なんですけれども、これも今日の委員会の中で春日先生からあったと思うんですが、外から人を呼べばいいのではないかというお話がまず一つあるのと、それから最新知見を整理してもらう作業というお話もあったんですが、これも既存の評価部会の中で整理すればいい話であって、なぜそれを外の場でやるのかがわからないんです。なぜそのこれは要するに外の場でやるということは、既存の評価部会ではこの作業ができないということでいいですか。
要は役割が違うんだろうと思っています。役割というのは何の役割でしょう。食品安全の例を聞かれて私もそうだなと思いました。食品の安全についての政策的な判断をするのと国際的な知見を整理するというのは独立で行われているということに私はその遠藤総裁の時になるほどというふうに私の思いと一緒に近かったのでそのように申し上げました。ということは既存の評価部会というのはその政策的な方を議論するということなんですが、先ほどの質問にかかるんですけれども、まともに戻っちゃうと思うんですが、そうではないですか。ですから政策的な議論って我々がどこにその、調査にしていくかということについては我々が責任を持つということになります。この件に関して今日も梅田委員からかなり発言があったようなんですけれども、要するにどなたが責任を持ってこれを設置するということになるの。これは星先生一人ということになるんですかね。何度も先ほども説明をされました。私の責任ではありません。私が県に提案しましたのでゴールは県にございます。ですから県がこのようにこの間の私の発言なり井上さんの発言なりその他の委員の発言を受けてこのように準備するのかというのは、県の対応ということになります。私が設置をするというものでは全くありません。分かりました。ちょっと一つだけ最後で、はい、ちょっと先ほど僕の前の方からも質問要請があったんですが、その梅田委員がやはり前回も含めてこれまでもそうなんですが、かなりいろいろな発言を重要な発言をされて、少なくとも今回の件に関して今の件に関してメインプレイヤーになるわけですよね、というふうに見えるわけですよ。少なくとも星先生と以外でこの件に関して積極的に発言されているのは他の方がいらっしゃらないので、であれば一度も会見にねこういう場に来ないというのはかなり無責任じゃないかと思うんで、少なくともなぜ来ないのかぐらいは説明をしていただけないでしょうかね。これはどなたに聞けばいいでしょう。事務局ですかね、県の方にお伺いすればいいでしょうか。なぜ会社会見に出ていただくかどうかというのは私が出ようか出るなと言ってる話じゃないので、もし県の方に何か答えがあるか理由があれば。県の小林でございます。記者会見にですね出るようにですね各委員についてはお願いしています。無駄についてはこのまま承諾ございまして今回ではなかったということでございます。承諾は何でしょうか。やってはいません。いや法的な用なので言えないけど、使用でない限りは言えると思うんですけども、使用ですか。使用じゃないですよね。じゃあ法的な用というのはどういう用なのか少しご説明いただけないでしょうか。いやあまりにも今まで一回も来てないんでね、少し説明あってしかるべきじゃないかと思うんですけど、今回これだけもございますので、次回以降についてはなるべく県後がですね国の教室さんの方にですね、こういった会見に出るようにお願いしておりますで、お願いします。同じことの繰り返しになります。よろしくお願いします。はい、ではその他ある方いらっしゃると他にまだ発言されてない方いるので、いえ、もうちょっと待ってくださいね。そもそもボールが投げられたならどんなボールが保持だというか、どんなボールなのか説明してもらってください。どんなボールか分かってるのか。ちょっと待ってください。ぜひ説明してください。全然僕ら分からないから。はい、ちょっと待ってください。はい、こちらから、4番目の方。クリーナースの豊田と申します。星座長の方と、あと県の方にお伺いしたいんですけれども、学歴を進む、つまり高校卒業すると途端に甲状腺がんの受診率がものすごい低い、これに対して検討委員会としては県にこの実施、受診率アップの、具体的な対策をどういうふうに要請していくか、それから県はそれに対してどういうふうに答えていくかということを、もう非常に私も甲状腺検査を民間のところにやってる、この取材させてもらったんですけど、いつまでやるのかということを親も、考えながら、しかしどういうふうにしていくのか、つまりこの先10年、20年、30年の話でもあるわけで、その辺を含めて、今日はその話があるとお伺いしたいなと思います。受診率の低下というのは、一つのこの調査の、方法論といいますか、やり方に気にするところがあるんだろうと思います。当然学校の学童期あるいは中学校高校生などは学校単位で行うことが容易であると。
かし、それを卒業すると、なかなかそれを診断として捉えるのは難しい。これは一般的な検診というのも当然そういう同じような状況になるんだろうと思います。やっぱりもちろん気をつけなければいけないのは、検査を希望されているんだけれども、他の人に受けられないという人たちをできるだけ少なくするということは、とても大切なことだと思います。で、18歳以上の検診の受診率については、甲状腺という甲状腺のことですけれども、やはりしっかりと議論をする必要があると私は思っていますが、いずれにしても、その体制としては、受けられる体制で一応できていると、ただしどこに問題があるのかというようなことについては、議論すべきことだとは思っています。受けられる体制は、これはそうじゃありませんが、それじゃなくて、受診することを促す体制はどうなってますかという、その具体的にアップを図らなければ、30% いけないわけですよね、今ですね。まあ、一般的な受診、検診の受診率の問題もいろいろございますので、それをどういうふうに捉えるかというのは、なかなか難しい問題だと思います。ただ、基本的には受診のご案内を送っておりますので、それに対して対応していただけるというのがあると思います。一つの大きな方法だと個人に送ってますので。個人に送ってるということが一つの対応だと思います。県には具体的に要望はなさってますか？いや、県に具体的に要望するとすれば、この件を変えて、お金を踏まえるということになって、私は個人的に何とかしてもちろん、そういう話じゃありません。はい。で、県の方は具体的にこの3割を切る受診率のアップのために何をなさってますか？はい、検討いたしますと、18歳以上のですね、受診率が下がっていると、非常に問題だと思います。県民をですね、長期間で見守っていくためには、やっぱり受診することが大事だというふうに思っています。それでですね、具体的には、啓発活動と、やっぱり受診したいという方の機会の確保ですね、やっていきたいと思います。受診したい方の確保というのは、星先生からお伺いしたので、それは信頼しますけれども、そうじゃなくて、行かなくてもいいんだというような気分が蔓延している、そっち側をどうするのかという、その啓発活動、ね、啓発活動では、具体的にもう少し、その実際に3割を切っているというのを8割までアップするにはどうしたらいいんですか？ただいま星先生からおっしゃったようにですね、そういったその案内通知の中に、受診監視をしっかりしていくということと、さまざまな甲状腺の説明会をやっています。その説明会の中でも、ちゃんと受診監視をしていくということだと思います。あともう一つ大事なのは、18歳以上になると、県外に行ってですね、重症の把握がちょっと難しいというところがありますので、そこはちゃんとしっかりですね、参加していくということでございます。そうすると、広島長崎の、被爆提供じゃないですけれども、ずっと追っかけて一生持ってもらうような、その直接県外に行ってもつながるような、制度というようなものが必要になるということをおっしゃってるんですか？制度と申しますか、今、市長にお願いしまして、県外に行った方の住所を必ず頂くということがあるんですが、ただその、さらにその住所を変更しますと分からなくなっちゃうんですよ。それはちゃんと県の制度として、それで指摘もございますので、ちゃんと補足して、必ず通知がその どこにいてもですね、届くような形にしていきたいと思います。はい、それでは、どうでしょうか。2列目の向こうから3番目の男性の方、メガネセット男性の方。読売新聞社の服部と申します。甲状腺検査評価部会のことについてお伺いしたいんですけれども、何人ぐらいのですね、新たなメンバーを呼ぶのかということと、それと、その、呼ばれる有識者の方っていうのは、誰がどういう形で選ばれるのかっていうのをお願いします。ありがとうございます。メンバーの人数については、まだ正確に何人というわけには至っていません。まあ、10人、20人ということもなければ、1人ということもないだろうと思います。で、今先ほどありましたように、いくつかのやっぱり議論すべき論点に対して、専門家の数として足りないなと思う分野を中心に増強したいなというふうに思っていますし、私と事務局で相談の上ですね、最終的には皆さんに同意をいただいて、承認をして、そしてその上で評価をお願いするという形になると思います。できるだけ早く認識したいと思います。ちょっと関連なんですけど、その今の、構成員が7月任期ということなんですけど、その任期が切れた後は、その呼ばれた方と、それと既存の構成員というのは、その後はどういう扱いになるんでしょうか？多分、事務局から説明してもらった方がいいと思うんですが、任期は同じ任期になって、多分再任を7月の時点でするということになると思いますが、どうぞ。会議の中で説明したように、任期は7月、これは検討委員会の皆さんと同じです。
で、その時に、改めて改選になるんですが、その時に今のメンバーでやるか、どうか、それで判断するということです。基本的には今のメンバーなんですが、多分7月の時に、さらに追加するのか、それともそこでやめていただく、その辺はですね、これからの検討だと思います。わかりました。はい、他に質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ、2列目の。NHK の新田です。よろしくお願いします。甲状腺検査評価部会の改正についてなんですが、これまでの検討委員会で精査の問題であったり、年齢差の問題であったり、さまざまな意見が出されていると思うんですけれども、評価部会で改めてこう議論する論点というのはどんなものがあるか教えてください。はい、まさに今おっしゃったようなことを含んでですね、特に1巡目と2巡目というんですか、先行検査と本格検査の比較というのがあるんだろうと思います。その比較の中で、どういう年齢層、どういう性別、どんな形での発症、あるいは、内部被曝との容量との関係みたいなことも含めて考えなきゃいけないんでしょうけど、先ほどから話に出てるように、必ずしもデータが全て揃っているわけではありませんので、その全てについて、がっちりとした評価ができるとは思えないんですけど、そうは言いながらも、できるだけ、その議論を深めていただいて、場合によっては、提案をいただくというようなこともあるのかもしれません。内部被曝との容量関係というのが分かるようなことをしなさいというようなことが指示が出るので、僕何度もお願いしておりますけれども、なかなかこれ、数字として出てくるということは難しいございますが、評価をしていく中で、せめてこういうことはちゃんと調べるとかっていうのはあるのかもしれません。ただ、それはもうすでに議論を尽くしている部分も多分あるんだろうと思います。ですから、今、冒頭に申し上げたように、1回目と2回目どうなのか、先行検査と本格検査がどう違うのか、性別についてはどうなのかというようなことを詳細に、議論していただいて、あるいは、甲状腺がんの専門家、あるいは保健医療の専門家、あるいは疫学の専門家の立場から、これをどう読み解くのかということについて、詳細に検討していただこうと思います。今のお話しいただいた内部被曝の評価なんですが、そのデータを出すということは非常に難しいということなんですが、今まで何度も検討されてきたということです。はい、これは何度も議論、今日は明石先生いらっしゃいませんけれども、数百例ですかね、直後に内部被曝を測定したというデータがありますが、これをどういうふうに活用すればできるのかというのを、できるのかというのは、推計できるのかということですね。で、これはやはり相当に難しいというふうに明石先生からもお話をいただいています。ただし、だからといって諦めてしまってはいけないんだと思いますので、やはり因果関係を明らかにするにはどうしてもそこは避けて通れないと思いますから、そこはどの辺までできるのかということを含めて、これからも追求していく問題だと思います。はい、他に質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ一番前の、今手を挙げている、デイズジャパンっていう合宿協会と言っています。前回も来てたんですけども、ここで星さんがこの提案をされたときに、終わり頃だったんですけど、それは。その時に何人もの方たち、委員の方たちからは、意図がよくわからないっていう、そういうような意見が出されて、そしてその形で終わったように私は記憶してるんですね。ここの相違として、それが、じゃあどこどこに提案しようとか、そういう話はなかったように思ってます。そういうような記録があったら、それは私の間違いなんですけど、だけど、それが今回来たら、急にその、星さんが、県の方に検討をお願いしたとおっしゃった。それから、ボールは県にあるとおっしゃった。星さんは、あの時は確か個人的な意見ですけどとおっしゃったけれども、そういうような意見っていうものが、そのまま一人歩きして、そして県の方に提案するような、そういうような権限をここでお持ちなんでしょうか。それからですね、なぜこういうことを言いますかと言いましたら、誰が誰を選ぶかということは非常に重要なことだと思うんです。いろんな、これ特に県民の健康を判断するような重要な会議になると。だからその時に考えると、人間を選択間違えば、例えば、私の意見ではその
環境省の専門家委員会なんかではずっと多発はないと言い続けられる方、そしてチェルノブイリでもその放射能との関連は最後までないと言い続けられる方がわざわざ座長に選ばれるということは、そこの方向が決まっているような気がするんですね。だからそういうようなことを考えてみると、どうしてこれがあの県の中に委ねられてしまう、誰が一体どういう基準でどういう方を選んでどういうことをされるのかということの議論が全くなされないままに、あの簡単にそのボールを投げていいものかっていう、それが私の意見です。はい、ありがとうございます。ご指摘をご指摘として受けたいと思いますけれども、まあ、前回の話としては、私からお願いをするという形で皆さんに意見を、まあ、聞いてですね、まあ、挙手をいただいたわけではありませんので、総理としてお願いしたかどうかということについては、あのもちろんあのそういうふうな目で言えばそうなのかもしれませんが、皆さんから意見それ以上出なかったという点において、そしてそういうふうにお願いしますということを申し上げて、ですから今日冒頭は春日先生からもその件が出たときにどうなったというご意見が出ました。でそれについては、あの私は私なりにあのご説明をさせていただきましたし、梅田委員の方からもご説明をして、でその他の先生方は、まあ、特段のご発言ございませんでしたけれども、まあ、そこで別に結論を取ってどうしようかというのではなくてですね、あの検討した上で、まあ、最終的にそれを誰がどういう形で実現するかって別に私たちがその責任を持つということではないです。こういう議論をするものを持ってほしいと、つまり我々の検討会としてはやっぱりあの限界があるというようなことについては申し述べる立場にはあるんだろうと思います。ただメンバーをどう選ぶかなどについて別に私が CG に選ぶわけでもなければ何でもありません。皆さんにメンバーが公表された時にどんな評価を受けるのかというようなことも当然考えてメンバーを選ぶということになるんだと思います。あのもう一問、はい、あります。今おっしゃったこととボールが剣に投げられたっていうその意味の差というのはかなり多いと思うんですけど、大きいさも、そのこちらの意図が県の方に投げて、じゃあこういうテーマを検討しなさいって言ったようなことがですね、ボールは県にありますということは。ですから、私たちの検討委員会の使命というところから考えて、先ほどの食品安全におけるその科学的な評価をするというところが独立しているような、そういう考え方での検討できませんかということでボールを投げているわけで、検討をどんなメンバーでどういう仕組みでどういうふうにするのかというのは、その県と、まあ、国ならずが協議を決めていくということになるということを申し上げたのであって、そんなに僕は変えるなというふうには思っていません。あの検討されるのは1人2人の方たちが意見をお持ちで、そのことをあのそういう意見もありますねという形で終わって、そしてその次に例えばその意見がすでに県に投げられていたらこれおかしいでしょう。コメントがあればあれですけど、前回いなかったですよね。だから何でしょうね、どう答えるんですかね。あの、まあ、そういうふうに感じになるというか、そういうふうに感じになるというのがあるんですが、ただ私は皆さんのご意見をに皆さんに、まあ、お発言をして皆さんから意見をいただいて、で県にお願いしたという形を取ったと思ってますので、委員会の設置者はどうですか、国ですか県ですか、わかりません。そんな無責任じゃないですか、自分がリーダーシップで提案しながら。いや、予算はどこからですか。いや、ちょっと待ってください、あの、先生。あの、ちょっと、あの、県から説明があるのか、県からどうぞ。あの、前回の検討委員会から提案を受けたと本人しています。それで検討してですね、今、あの結論を出したわけではありませんが、あの、その必要について認識しております。どういうやり方で、どこにお願いするかについては、今国と相談しながらやっていきたいということで、あの先ほど会の中でも、基本的な中立的なところでですね、検討していきたいということで、今、国際機関等という言葉を出しますけど、今これからちょっとお願いする予定をしております。国際機関と交渉しているのは国ですか、県ですか。それに含めてですね、これからです。まだ交渉してはない、これからです。法的根拠は何ですか、設置の法的根拠、法律は。いやいや、ちょっと待ってください。あのそれを無責任でしょ、はい、関係する質問の方で、ご覚悟の方、今発言して何かあるんですか。じゃあ、後ろ、2列目の向こうから2番目の女性の方。すいません、アプライド TV の白石と申します。今の関連の質問で、ちょっと前提として整理なんですけれども、今のその第三者機関と言われているものは、9月 の、 その日本財団が開催した国際専門家会議
を受けて12月9日に、そこの専門家の方々が内堀知事に、この、検査の見直しなどを含んでですね、この件についてその要望というか提言という形で提出したことを受けて、今回、12月の時に 星さんは、そういった申し入れがあったので今回そういったものを提案しますというふうにご説明されてたかと思うんですけども、その日本財団のその提言を受けてこの国際的な第三者機関は設置される方向であるという認識でまず間違いないかお願いします。日本財団は日本財団であります。それは一つ のきっかけという意味ではそうなんだと思います。で知事は日本財団からの提言書を受け取り、この検討委員会でも考えてもらいつつというような話をされました。会員の委員の皆さんにも内容につきましては会話をし、そして議論も前提として見ていただくということをしました。ただその何ていうんですかね、その日本財団から言われたから作るとかそういうことではないです。一つのきっかけとして、見直し論とかいろんなことがある中で、やはりしっかりとした議論というのはしておく必要があるだろうと私は判断をし、そして皆さんに問いかけたと、そういう内容です。私、情報公開をかけさせていただいて、この間 その県民の方を含めてですね、いろんな要望が県の方に寄せられていることを承知しています。で、その今回の第三者機関というその提案は明らかにその12月9日 その知事への趣向を受けたものということで、前回の議事録にも残っていると思いますけれども、一つの大きなきっかけだったかなというふうに思います。皆さんにそのお回しして、で他の方々のいろんな意見をお回しせずに、まずなぜそれを優先させられるのかっていうのが1点と、あと教えていただきたいのが、その施行された中のお一人が山下先生なんですけれども、山下先生というのは今でもその県民健康調査の副センター長として調査に直接関わっていらっしゃる方がですね、改めてその第三者機関ということでいらっしゃるというのはとても私にとっては不思議で、そもそもこの検討委員会の座長を退任されたのは山下先生が直接調査に関わっていらっしゃるから、その当事者がこの第三者である検討委員会の座長は兼任できないということで退任されたというふうに認識しています。今回またその山下先生が新たにその第三者の機関を提言させされるという役割を担ってらして、そしてそれに対して、直接関係ないとおっしゃったとしてもそうとしか思えないような段取りで、今回その第三者機関の設置が具体的に県と国で進められているということに対して大変不思議だなというふうに思うんですけれども、そこのところを、タイミングが、あったわけですよね。その後に星さんはこの座長になられたということで、その整理というかどういう認識、その山下先生のお立場というのはどういうふうに考えたらいいのか、とても不思議なんで一度本当にここに出てきていただいてお話を聞きたいぐらいなんですが、星さんはですねそのあたりどういうふうに整理感じてらっしゃるか教えていただけますか。基本的にですね、今回の今回限りませんごめんなさい、さまざまな要望書をいただいているのを検討いただいたものについてはここのメンバーにはすべて回覧していただくようにお願いをして回覧をしてもらっています。ですからその今回のこのその何とか財団、のことに日本財団ですかだけが特別扱いということでは私はないんだろうと思います。それはその認識ははっきり言って違うと申し上げたいと思います。それからもう一つ、今その山下先生の話出ましたけれども、山下先生はその甲状腺といいますか放射線の影響については専門家として、笹川財団と日本財団の検討に参加されて、そのメンバーの一人として多分志向にいらっしゃったんだろうと思いますが、特別私は山下先生の発言だからうんぬんとか日本財団だからうんぬんと、それにだけに影響を受けているということではなく、さまざまないろんな方からの意見を聞いた上で提案をさせていただいたわけです。確かに一つの大きな材料であったことは否定しませんけれど。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
で、じゃあ、3列目です。一番端っこの方。フリーの小林と言います。関連質問です。第三者機関に関して、意見というか質問が出てますけども、星座長が、個人的な意見であるけれどもということでご発案をされた、そして、皆さんに決を取った経緯が全くないわけですよね。そして、県の担当部局にボールを投げました。そうすると検討委員会というのは存在というのはどこにあるんでしょうかという非常に素朴な疑問を抱くわけです。僕は別に民主主義を今からここで皆さんに講釈されようとは思いませんけども、やはりこういうことで、ちょっと皆さん検討しませんかと。そしたら今日春日委員は初めその場で初めて聞いたのでびっくりしましたとおっしゃってるわけですよね。そうするとまさにその場で自分にも何もされないまま、じゃあ決まりました、はい、じゃあ県の部局よろしくねっていうことになるんでしょうか。これは極めて民主的な手続きを踏んでいるとは思えないんですね。もう一点、これに関連して翌日の新聞がいろんなふうに書いてます。で地元紙は、がんと原発、ね、これ福島民報です。袖見出しでがんと原発事故の因果関係調査というふうに見出しております。で同じく、福島民友も科学的に影響を検証というふうな見出しを書き出しております。で、朝日新聞は福島県版で逆に今度は最新の研究成果を県民に説明するための専門家会議の設置を提案した。どちらかというとアウトリーチですよね。これはだからこれは取材不足なのか、それとも説明不足なのか、こういうふうに各紙まちまちの捉え方が出てるんですね。そうするとやはりこうやって記者会見の場で各社質問してるわけですが、地元紙も含めてきちんとこれはこういう理解でよろしいんでしょうかということを聞いた上で、あるいはぶら下がりで聞いた上でこういう発信してるんだろうと思うんですよね。ところが新聞が出てみると全くもしかすると星先生のおっしゃるのとは違うようなニュアンスで伝わって、だからここで皆さんがフリーランスの方もあるいは、既存メディアの方々もこれはどういうふうに位置づけられる第三者機関なんですかというふうに多分正しているんだと思います。で、なおかつこの袖見出しでがんと原発事故の因果関係調査っていうんであれば、これは公正性評価部会のおやりになればいいことじゃないですか。今までになってきたことだから、それを屋上を貸すようなことで第三者機関を作るっていうこと自体は非常に不透明だと思うんですけども、ちょっと意見みたいになりましたが、まず認識じゃないっていうと、それから各社の参与でいろいろ伝わる、それは説明不足の部分もあるんじゃないですか。もちろん取材不足もあります。なんか決まってもいないのにいつの間にか決まってるっていう、そういうのがすごく多いような気がするんですね。私は取材して以上です。ありがとうございます。ちょっとその両方の意味を込めて言っているので、その捉え方が違ったのかなというふうに思いますし、各方に対する理解を促すという意味では私の発言が足りなかったのかもしれません。民主主義でないという話ですけれども、皆さんに問いかけて、ダメということでも まず結論どうだろう、これから先どういうふうに運営していくか、考えなきゃいけないかもしれませんけれども、そういうふうにこう捉えられたとすれば、私のところに立つところだろうなというふうに思います。そういうことも前にですから、闇の中で決まるみたいなことではなくてですね、皆さん方にこうやってご説明をしながらやっていくわけです。で、その食品安全の話にどうしても分かりやすいので言ってしまうんですけれども、そうするとまた余談を持ってたりする誤解を生むのかもしれませんが、いずれにしても、我々の議論の限界というものについてはやっぱり認識すべきだろうと思いますし、科学的な検証というのは何も笹川から言われたからということではなくて、しっかりとした議論を今のうちにしておく必要が私はあると思って提案をさせていただいたということです。委員の皆さん方の中にもしかしたらそれに反対をしていらっしゃる方がいらっしゃったのかもしれませんし、不審だと思っている人もいるのかもしれません。それについては私の説明をするということで、皆様にはご許しいただきたいと思います。何かよろしいでしょうか。どう、じゃあ3番目、3列目の2人目の方。すみません、フリーランスの相原です。星座長、ちょっと
尋ねしたいんですけれども、国際的な知見といいますか、そういったことを挙げられてますけれども、これは具体的にどういうことでしょうか。その中に、外国の、国際的な機関から、誰かを招聘してくるのでしょうか。それとも、もうちょっと具体的に教えていただけますか。それとも例えば、アンスケアですとか ICRP ですとか、いろいろな基準を、被爆防護も含めていろんな基準を作ってきた、そういうふうな団体の人も含め、今回の福島の知見というか、現れてきているいろんなことを、そういった新たな基準を構築するために、使うというか、そういうことまでも視野に入れて、この国際的なというのをお使いになっておられるのかどうか、今までいろんな議論が、検討会の中ではそのプライチェルブイとは違うですとか、いろんな議論もあったと思うので、その国際的なの意味をもう少し教えてください。日本人でもいろんな学会に国際会議にたくさん出られてて、国際的な感覚をお持ち、もしくは英語もやったり他の言語もですね、話せる国際的な方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、その国際的にそういうクライテリアをここで作ろうとしています。はい、ありがとうございます。クライテリアを作ろうというようなことではありません。基本的には、私は一番の何て言いますか、問題意識はやはり、きちんと県民の皆さんにこれらの問題を理解してもらうというのはやっぱり一つの我々の大きな役割だと思っていますし、それを実現していくために今そういうさまざまな角度からの議論というのが我々のステークホルダーたちだけではない、そして学術的で中立で科学的な、そして国際的なというようなことで申し上げました。具体的にどこそこの国際機関ということは別に想定しているわけではありません。ただその何か基準を決めて今回のことに何か権利をつけようとか、そういうことよりはむしろ私は皆さんにしっかりとした議論をできれば県民の前で分かるような形でやっていただきたいというのがやっぱ思いとしてもあります。ですからそういう意味で今回のメンバーやそのやり方については私がその最終的に決定権はありませんし、そういう意味では責任というかもしれませんが、私としてはそういうことを含めてお願いをしたつもりなので、何も国際というようなことに、あるいは基準作りというようなことにを意図したものではない、それだけを意図したもの、その後半の基準作りということに関して言えば、私がそういうことを言うべきでもないだろうと思っています。で、ごめんなさい、ちょっとだけお願いと言いますか、どうしてもやっぱりまたそういう新たな組織を作ると中身がよく県民には分からないということがありますし、この検討会の中でもその県民推薦枠というんですか、そういう、 一般の県民がその参加しているような部分が少ないと思うんですね。そういう意味で何か県民推薦枠といいますか、あるいは、パブコメですとか、なんかそういった中でいろんな意見を取り入れるような仕組みなんかもあっていいのではないかと思います。はい、ありがとうございます。参考にさせていただきますが、私が思えばとにかく県民の皆さんに理解してもらうというのがやはり一つの大きな目的、この回もそうですけれども、ただそういう意味で必要なことであれば必要な場面で、手立てを取るということになると思います。はい、他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ本田さん、最後はよろしいでしょうか。すいません、先ほど答えていただきたいんですけれども、新しいその国際的な委員会はどこの予算で、国か県かどこの主体でやるのかと、それから設置する場合は法的根拠が必要だと思うので、その法的根拠をお伺いしたいです。これはまず星座長にですね、星座長の考え、個人的な見解は結構です、私はこう思っていると。それさえ考えておられなければですね、あまりに無責任だと思います。でもいいんだと、そういう無責任でボール投げちゃえばいいんだと、投げたボールを受け取られている小林課長にお伺いします。もしおじさんがお答えにならないから、小林さんちゃんと答えてくださいね。
全会の委員会から約2ヶ月経ってます、検討中だとおっしゃってますけれども、一体じゃあこの2ヶ月間何を検討してきたのか、あの 国でやろうとしてるのか、県の予算でやろうとしてたら間に合いません、もうあの県の予算来年度間に合いません、あの作ってませんからね。そうすると一体国のお金でやろうとしてるのか、その辺をあのどんなボールが投げられてきたのか、あのなぜねこんなこと記者がずっと前回から質問が相次ぐかといえば、誰も星さんの言ったことに対して理解できないからなんですよ。で小林さんはさすが賢明で理解、このボールは確かにすごいボールだ、そのカーブなのか、そのなんかフォークボールか分かりませんけど、どういうふうにイメージされて今検討されているか、それをまずお答えください。それから星さんにもう一点だけ、あの検討委員会 の委員の任期が来年の7月ですけれども、そもそもですね第10回と第11回の間で、あの安倍政務さん、正文さん、それから神谷健二さん、それから安村誠二さん、山下俊一さん、これらの委員の方が抜けましてね、そして解除されました。この理由は先ほど指摘があったように監視されるべき、監視されるべき、あの要するに甲状腺検査の実施者であるですね、県議会調査実施者である県立医大の関係者がいたらやはり良くないのじゃないかということで解除された、そして星さんが新たな座長になられたわけですよね。ただこれまでの記者会見でもあの星さんの利益相反じゃないかということで疑問出てますが、星さんが今福島医大の大学院生をされている、でその大学院生で勉強されていることについても全く今のその県民健康委員会とのテーマとかそういうこと全く関係ない話じゃないわけですよね。でそうするとあの分野的にはそうすると、その学問的分野の中で、やはり自分はこの委員として、座長として望ましくないんではないかと、そういうご判断があるんだったら、例えば次の委員、7月の会場の時は辞退されるのもありかなと思うんですけど、その辺のお考えをもしお伺いできればと思います。よろしくお願いします。まあ、言いにくいこと全部言っておりますね。ありがとうございますね。まあ、冒頭のところです。法律予算、私は具体的には想定をしていませんが、私は国に行ってくるからもらうべきだろうと思っています。で法律的なあのもし法的な、ことがもし必要なら必ずしもそうではないと思っています。法律がなくても執行できるものってのありますので、まあ、そういう意味ではあのできるところでやってもらえたらいいなと思っています。で後半のところですけれども、私が勉強しちゃいけないというのであれば、あの勉強しつつもやりますけど、私のテーマは全く別です。県民健康調査とも関係がありません。全く別です。全く関係ありません。ただ、まあ、そのような誤解を受けるとすれば、それは利益相反ということかわかりませんが、私はでも勉強したいと思って、震災の直後に大学院に入らせていただいた、教えてもらって勉強しています。それがいけないことなんでしょうかね。だからやめろっていうんだったらあれかもしれませんが、私はそんなつもりはありません。あのテーマを説明していただきますか。テーマですか。私のテーマは、言っていいですかね、病院の中の照明に関することです。ライトです。照明に関することであります。よろしいでしょうか。あの小林さん、よろしくお願いします。2ヶ月間どんな検討されてきて、投げられたボールはどのようなボールなのでしょうか。あの予算の根拠なんですが、まあ、予算につきましてはあの国か県どちらかです。あの県につきましては当然、投資予算に組んでません。それは国、あの県としてはあの補正予算でもあのできますので、それは可能と思います。あと根拠につきましては、基本的にこれ、県民健康調査の一環ですので、それについてはあの福島再生特措法で福島県ができるってあります。その中の国有事務として、その根拠だと思います。で、12月の末にですね、検討委員会で一応、県民に流れられたということで、そのようにそういった第三者機関のですね、そういうの必要性で、もしその必要であれば、どういったところがいいのか。について、これまでちょっと議論していきたいというところでございます。ありがとうございました。はい、終了時刻となりましたので、安心検討委員会の記者会見を終了させていただきたいと思います。お賛成判断なので、はい、以上よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後あちこちですね、ゆうさん、もう散々ルール守れって言ってるんだから、ルール守ってくださいよ。ペーパーに3時半までって書いてあるんだから。それで、ね、一つお伺いしたいのは、
星さんはね、私は食品安全の例を出していただいてよく理解ができたっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕は食品安全の例をよく知らないんで、何が何で理解ができるのかよくわからないんですよ。で、他の委員の方って理解、その食品安全のことってご理解されてるんですかね。清水修理さん、ちょっとお答えいただいても嬉しいですか。はい。いや、議事録で読む限り、あるいは今日、あ、ごめんなさい、今日終わった限りでしか、私には、それ以上の理解がありません。今日、梅田さんが食品安全の例を出していただいて、横井さんはそれはすごくよく理解できたと、その科学的だというのと、政策的だというのと。で、それは、食品安全の分野にもそういうものがあるんだよっていうのを梅田さんが説明していただいたのは確かにそうだなと思うんだけど、ただそれぞれ食品安全の分野で科学的な組織がどういうものがあって、そこでどういう議論をしていて守備範囲がどこまでなのかっていうのは、今日私が聞いている限りでは理解ができなかったんですね。で、今日出席されている委員の方たちはそれが理解ができているのかなと思って、それで清水さんにお伺いさせていただいたんですけども、一般的にはアカデミックな議論する場所とね、ポリティカルな議論する場所をこう分けるということがあり得るなというふうに思いました。やり方をやってるんだったらそれはあり得なくて、ただそれをこの検討委員会といわゆる第三者委員会、ね、この関係に置き換えスライドさせるのは私はちょっとどうかというふうに思うので、先ほど私が申し上げたのは、この委員会が要望したという形にはしないでくれということなんです。だこの委員会はあくまでも甲状腺検査の強化部会に集中すればそれでいいんだというのでしょう。いや、要望されてるんですけど、それたださっき小林さんの回答として検討委員会から要望を依頼されたっておっしゃってましたよね。そこはちょっと問題あるなと思いました。あ、それでごめんなさい、そこは清水さんに聞いたのは、ちょっと今聞いてもよくわからなかったんですけど、結局、その、星さんにお伺いしたいのは、その食品安全の分野で、その科学的なところと政策的なところっていうのが、その、どういうふうに積み上げされているのか、例えばそれどういう組織があって、片方でどういうことを議論してて、片方がどういう議論をしているのか、まあ、星さんがよく分かったっていうのであれば、それを説明していただければ、我々もイメージがつきやすいのかと思うので。まあ、その具体的に誰がそのメンバーになっていてどんなことをやってるのかということではなくて、先ほど清水先生がおっしゃったように今おっしゃったように政策的な判断をするというのと科学的な議論をするところというのは独立しているということは一つのやり方だろうというふうに理解をしたという意味です。でその意味では梅田さんが行政経験の方からそういう例をされて、私もそういう考え方があるねと思ったし、これまでも私のようなことを考えてきましたので提案をさせてもらって、でその上で先ほどのような話になったということです。でも清水修理先生はラディエーションと時間の関係について評価深いにやるべきだとおっしゃってました。すいません。それって日本の行政の組織の中で、例えば片方審議会で、科学的な議論をしていただいて、片方そのステークホルダーが関わる議論として、例えば公聴会を開くだとか、まあ、公聴会の前に議会がありますよね。そういったところでお話をいただくということで、日本の中ではその科学的な議論をする場をどうするだろうか、で政策的な議論をするのをどうするのかということはきちんと作られてきたと思うんですね。でそもそもこの検討委員会についても、先ほど横のことを言いましたけど、あれを見る限りは科学的な議論をこの場でする、で、政策的な議論というのはその県の方で、また別途やるっていうようなニュアンスのものなのかなと思っていたんですよ。だからむしろ強化すべきは、ここの場を科学的な議論として投下をして、で政策的な議論、特にステークホルダーがどれだけ関わっているのかっていう議論も今日相原さんからあったかと思うんですけど、それについて役割は本来別のところが担うんじゃないんですか。ここがステークホルダーが関わって議論をしていく場なんですか。ちょっ
ちょっとそこもよく分からないので、教えてください。基本的にですね、政策判断といいますか、我々の、に課せられた役割、メンバーを見ていただいても分かるだろうし、我々は私もそう思ってますけれども、やはり、科学的なものを無視しているわけではないですけれども、国際的に最新の知見を本当に議論するというような場面、必ずしもそうではない。で、そこを増強すればいいって話があるのかもしれませんが、私としては限界を感じているので、それを何らかの形で実現してほしいということを申し上げただけです。あんまりいろんな意見があるんだろうと思いますので、参考にさせていただきます。はい、ありがとうございます。非常に良いことになりましたので、記者会見をこれで終了させていただきます。ありがとうございました。